ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンと会談するアーガーハーン4世。アーガーハーンは、イスラム教、イスマイール派の中の分派ニザール派のイマームに対して1818 18年により、使用されている称号である。2013年現在アーガーハーンの称号を得ているのは、第49代イマームのプリンスシャー・カリーム、アルフサイニーである。アーガーハーンという称号はもともと、ニザール派。 第46代マームであったハサン・アリー・シャーに、対して、ガージャール・アサのオー・ファトフ・アリー・シャーが敬意を表して、送った称号であった。第1次アフガン戦争の後半の時期、ハサン・アリー・シャーと直属の騎兵隊は、カンダ・ハール州において、ウィリアム・ノットへの支援を行い、リチャード・イングランドが、シンド州からノットに加勢する際の進軍に対しても、救援を行った。 彼は、インドの大英帝国政府代表から、プリンスの称号を受け、イギリス領インド帝国から個人的な祝報を受けた、唯一の宗教的、地域的な指導者となった。最初のアーガーハーンとなったハサンアリーシャーは、アフガニスタンから、シンド州を訪れ、彼の軍隊は、シンド州のミール・ナシルハーンにより艦隊を受けた。1887年、インド総督を通して、 活動を行っていたインド事務局長は公式に、アーガーハーンという称号を認定した。アーガーハーン1世、ハサン・アリーシャー、ニザールハ・ハ第46代イマーム・アーガーハーン2世、アーガー・アリーシャー、ニザールハ・ハ第47代イマーム・アーガーハーン3世、サー・スルターン・モハマド・シャー、ニザールハ・ハ第48代イマーム・アーガーハーン4世、プリンス・シャー・カリーム、アルフ・サイニー、ニザールハ・ハ 第49代イマーム、ありがとうございます。